クリストフ・スミオン、クリストフ・スミオン、クリストフ・ソミーラン、1981年6月4日帯は、ベルギー生まれの騎手。香港における名前の中文表記は、ソメイリン。ブリュッセル首都圏地域スカールベーク生まれ。父は障害競争の騎手であった、ジャンイコールマルク・スミオンである。フランスシャンティー競馬場のセドリック・ブータン級者の、 見習い騎手として1997年8月にデビュー。初勝利は同年11月にメゾンラフィット競馬場で挙げる。1999年に最高値見習い騎手となり、2000年4月にロンシャン競馬場のベリーンズ3の騎乗で制して重賞初勝利を挙げる。そして、ちょうどその1週間後、サンクルー競馬場にて1日5勝のフランス競馬大記録を樹立。 見習い時代の1999年にエルコンドルパザーの外線門章取材でフランスを訪れていた長教師を引退したばかりの野平雄二がシャンティ長教場を溺上する墨ンに目が止まりインタビューを行った。野平はインタビューの後彼はすごいね。いい騎手になるよ。と言い残した。野平は2001年に死去したが予言は的中することになった。 2001年にはプールデッセデプーラン、フッツ2000ギニーで1位入選馬の失格による繰り上げ優勝ながらも G1 発制覇。2002年には有力オーナーブリーダーであるアガカーンイ世ンの優先上契約を結ぶ。さらに2003年からはアンドレファーブル旧社の主戦騎手となり、この年は207勝の成績で1988年のキャッシュアスムス戦以来となる。 年間二百勝を達成するとともに、フランス年間最多勝記録を更新した。この年を含め、フランス最多勝機種、リーディングジョッキーを七回、二千三年、二千五年、二千六年、二千十一年から二千十四年、獲得している。上記の通り素晴らしい成績を残していたが、日頃の言動やレースでの無知の使用方法などに、不満を持っていたアンドレファーブルには二千七年に、 契約を解除され、さらには、アガカーン4世にも2009年いっぱいでの契約解除を言い渡された。2010年からは、アガカーン4世の主戦騎手をクリストフルメールが務めたが、2014年から再び、スミヨンが主戦を務めることとなった。2010年6月19日には、フランスオートイユ競馬場にて、障害児1競争の2出走するマンダリに騎場。 スタート直後から逃げを打ち、途中からは大逃げとなってそのまま一着となり、障害 g 一競争初勝利を挙げた。日本では2001年に JRA の短期免許で初めて起乗したが、半球杯で起乗した際、震度妨害による降着及び開催日4日間の起乗停止処分を受け、結局48戦6勝止まりに終わった。 フランスでの目覚ましい活躍ぶりに比べると、かんばしい成績を収めることはできなかった。この年以降しばらくの間は、ヨーロッパの平地競争オフシーズンに、日本で短期免許を取得することはなく、主に香港で起場していたが、2009年には、アントニー・クラストスと共に短期免許を取得し、6年ぶりに日本で起場した。身元引受調教師は、池江治、身元引受け馬は、 吉田勝美であった。同年10月31日のスワンステークスで、金車差の奇跡に起乗して優勝し、日本での重傷初制覇を達成した。翌2010年にも前年と同じ、身元引き受け人で短期免許を取得。10月30日と31日のみの最初の来日では、第142回天皇賞を、 ブエナビスタで優勝し、日本での初 GI 競争勝利を挙げた。11月20日から12月31日までの2回目の来日では、11月28日に再び、ブエナビスタとのコンビで、第30回ジャパンカップに挑み1位入選を果たすが、最後の直線コースで急に内側に射行し、ローズキングダムの走行を妨害したため、2着に、こ着となった。これにより、 開催日4日間の起乗停止処分を受けた。この際、日本の採決委員の判定方法に不信感を持ったとされ、翌11月29日の産経スポーツのトップ記事で、スミヨンはこれで日本のジャッジが下手だということを世界に配信することになるだろうという発言を行ったと報じられた。しかしこの発言に対して、日本の機種の一部からは反発が上がり、 後藤裕樹は当時、馬人連載していた、コラム、後藤の語。内において、この発言に対して、不快感を示し、竹豊も、日本には、日本のルールがあると苦言を呈していた。2011年の JRA の短期免許は、制裁点数が30点を超えた場合、翌年度に短期免許を交付しないという2010年12月の、免許試験委員会における、 合意事項に触れたため、交付されないこととなった。ただしこの規定は競争限定免許には適用されない。ため、海外からの遠征場には騎乗できる。2012年には、池添健一に代わって、オルフェーブルに騎乗。フォア賞で優勝するも、本番の外線門賞で2着に敗れる。同年10月、2年ぶりに、JRA の短期免許を取得。 日本の障害競争での騎乗歴はない。アイルランドの騎手、ジェイミー・スペンサーとは、香港で騎乗した際にトラブルを起こして、以来、犬猿の中であるとも言われている。一方で、同じフランスを拠点とする、イオリッツ・メンディザバルとは、日本での騎乗の際によく一緒に食事に行くなど、友人関係にある。本人曰く、パリでは、ビッグサイズの服しかないため、 来日すると自分のサイズに合った服を買いだめしていくという。中でもユナイテッドアローズが一番お気に入りのブランドとのこと。競争場時代に手綱を取っていた馬のシリュスデゼグルを引き取っている。特に表記のないものは GIQ 競争。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。